皆さんおはようございます。戸田和幸です。本日5月11日火曜日、朝です。また1週間が始まって、今日はトレーニングだいたい週明けはミーティングから始まるので今練習場に向かっているところです。先週末解説業の一つ大きな試合があって、マンチェスターシティ対チェルシーの試合を担当しました。一緒に見てくれた皆さんありがとうございました。シティは勝てば優勝が決まる、そんな試合だったんですけども、チェルシーが見事に、ひっくり返した。まあ、メンバーのところが、まあ、おそらくそのベストメンバーっていうところとはちょっと違う、まあ、CL の大きな試合の後で、間が短いっていうところがありましたから、そういう意味では本当のベストメンバーではないっていうことと、まあ、シティからするとリーグの優勝はもう見えてるというところで、まあ、チャンピオンズリーグの決勝がまた月末に控えているので、まあ、そこも意識しながらの試合になったんじゃないかなっていうところはあるんですが、まあ、とはいえ出てる選手はみんなトップレベルで、試合の中身を見てると非常に、レベルの高いエキサイティングアグレッシブで、戦術レベルも非常に高い、選手の対応力も素晴らしい、まあ、そんな試合だったんじゃないかなと思いました。でトゥエルはこれで、対ペップ・グアルディオラ2連勝になりましたよね。そういう意味ではまあ、世界のそのフットボールの新しい流れっていうのを生み出している、まあ、源にど真ん中にいるのは間違いなくペップ・グアルディオラだと思うんですけども、トーマス・トゥエルも非常に優秀な指導者だっていうところでこれまでキャリアを積み上げてきたと思うんですが、まあ、今チェルシーの監督に就任をして、まあ、2シーズン連続違うクラブで CL のファイナルまで進出する初めての監督になったっていうことと、まあ、チェルシーというチームを瞬く間に、すごくバランスの取れたで試合をしっかり、ものにできるチームに変えたというところを見ても、で、対グアルディオラ2連勝っていうところを見ても、ここに来てまたトーマス・トゥエルの評価価値がぐっと上がってるんじゃないかなという感じがしますよね。で、まあ、少し前にスパーズのモリーノ監督が解任になって、ライアン・メイソンが今監督を務めてるんですけど、まあ時々、ナーゲルスマンの名前がこれまで出てきて、まあ、来シーズンはっていうことを出てるニュースもあったんですが、現地のニュースで、まあ、ナーゲルスマンはバイエルンとっていう話も出てるので、まあ、これまたナーゲルスマンがプレミアリーグに来るとなんてことをちょっと個人的には考えてしまったんですけども、まあ、やっぱりこう好敵手がいるところ、ライバルがいる場所でどんなこうパフォーマンスを発揮できるか、どんな結果を残せるかっていうのが、まあ、選手のみならずなんか指導者の価値をすごく高めるところにつながるんじゃないかなと思うところがあったんで、まあ、そういう意味では今のプレミアリーグ、イングリッシュプレミアリーグがまさに群雄割拠の時代で、まあ、本当に優れたマネージャーが揃っていると、間違いなくヨーロッパの5大リーグの中で一番優秀な指導者が集まっているリーグは今プレミアリーグですから、まあ、そういったところで言うと、またトーマス・トゥエルの価値っていうのは、まあ、さっきも言いましたけど上がっていると。で、CL の、準決勝セカンドレグを見ても、まあ、例えばマンチェスターシティの試合を見てみると、2つの試合ともに前半はパリでした。で、ファーストレグの方はシティ側が少し、バランスを意識しすぎたのか、まあ、自重気味に入ったので、動きが出せずに、だいぶパリに、試合を支配されて、で前半のこれワウワウのあのダイジェストの方で最後紹介しましたけど、前半41分にボックス内に侵入してきたところ、マフレズが戻って、右のウィングのマフレズがボックスの左の内側のゴールエリアの角まで戻ってネイマールを止めるっていう、まあそんな場面もマンチェスターシティは実はあったんですけど、まあいった場面がもしなければ2失点目を喫していて、後半の修正も効かなかった可能性もある。でファーストレグに関しては前半と後半で攻撃の配置を変えたところからシティは試合を自分たちのに手繰り寄せて、セカンドレグの方はまあプレッシングをもちろん強めたところもありましたけども、
まあそういったところで相手の中からの攻撃を抑えつつ、まあカウンターで仕留めに行ったと。まあそういう意味ではシティの保持率対パリサンジェルマンセカンドリーグ 45%、 チェルシーは対マドリー 34% ですから、決勝に進んだ2チームともに元々のスタイルで見ていくと、ボールがしっかり持てた上でゲームを試合できるチームがどちらも保持率を下回った中で決勝進出を決めたと。まあこれが今の現代フットボールだなっていうところを如実に表してるんじゃないかなと思いました。でチェルシーも、まあベンゼマの素晴らしいフィニッシュをメンディが止めたり、した場面もありましたし、まあ基本的にボールは持たれる持たせるっていうところでゲームに入ったんでしょうけど、まあその分速い攻撃がすごく、効いてたと思いますし、まあ2点ともにカンテが大きくこう関与して貢献してるんですけども、まあ中盤からの抜け出す攻撃の部分とこぼれ球を取る作業のところは非常にやっぱりレベル高いなっていうところを見せてましたから、まあそのいわゆる試合巧者っていうところが、はい、表現としてはぴったりだと思うんですけど、まあそれができるだけのベースの組織があって、で試合ごとの人選があって、まあスピリクレタを右のウィングバックに置くっていうのもよりバランス守備っていうところを意識してるものは間違いないですから、まあそういったところであとは前に誰を置くのっていうところにはなるんですけど、まあティモ・ベルナーも重要な試合でゴールを決められたっていう意味では大きかったんでしょうし、まあチェルシーはボールを持たなくても試合をコントロールしながら、まあ、時折訪れる危ない場面はキーパーがしっかり止めてくれて、でその上でしっかり2点取って勝った。これもまた素晴らしい戦いだったんじゃないかなと思いました。でまあその2チームがまたぶつかるリーグ戦のところ、シティの方の人選が非常にまあレアで面白かったんですが、まあ、中盤の選手がロドリしかいないと、その前にアタッカーがずらーっと並んでる感じなので。まあ非常に攻撃的だなっていう見方はできたと思います。で、どういうふうに敵陣に入るまでを作っていくのかなっていうところが、まあ一つテーマとしてあったと思うんですけど、まあ若干フェランのところがうまく機能しきれなかったんじゃないかなっていうところはありましたが、まあ後ろを少し外側にずらして、アケを左に出したとこから持ち運ぶっていうところで、前半の途中ぐらいから、うまくこう、真ん中からじゃなくて外からっていうところを、行い始めたようには見えました。でその上で相手が広がったら中からもボールを入れていって、まあ後ろ向き半身の状態で受けても相手を自分でかわしたり、そこから狭いところでも突破していくっていう意味では、ちょっとパリの攻撃に似たようなニュアンスもありましたけども、単独の、ね、突破力もうまく使いながらマンチェスターシティは敵陣に入っていくってところで、まあ、うまく試合は進めたと思いました。で、やっぱり本質的なところで言うと、背後をしっかり狙っていくっていうところは、まあ FA の試合になって、チェルシーが勝った時は、チェルシー側がそこをうまく使ったと思いますけど、先日の先週末のシティ・チェルシーで言うと、マンチェスターシティも、相手が動いた背後にうまくボールを持っていって、で、1点目を取るっていうところはさすがだなと思いましたし、まあ、アグエロの PK のところは、まあ、ああいったことは起こり得るわけで、まあ、どんな蹴り方をしても入るときは入るし、入んないときは入んないので、まあ、シティファンの方からするといろいろなんかこう、いうところはあるのかもしれませんけど、僕からするとまあ、特に何もないですし、まあ、よくメンディ止めたなというところしかなかったですが、まあ、あそこで点が取れなかったっていう意味では、シティからすると後半を少し難しくして、チェルシーからすると、まあ、そこでうまくこう気持ちをつなぎ止められて修正にうまく持っていけたという意味では、まあ、さっき言ったそのパリとマンチェスターシティのファーストレグの、まあ、マフレーズがネイマール止めてくれたみたいな、ちょっとこう似てるんですけど、守備の大きなプレーがあって、それで後半にこうしっかり試合をつなぐことができた。これは大きかったんじゃないかなと。まあ、あとやっぱりお互いのプレッシングのところは非常に見応えがあって、まあ中継の中でも何度か言及させてもらいましたけど、ただチェルシーの方は中盤のセンターの試合は、最初はカンテとギルマーで、途中からギルマーとジョルジュに勝ったんですけど、まあ、この2人のところでシティからすると1枚でしたから、ボールサイドのアンカーのところに1枚で、アザサイドは逆の、
まあ、シャドーポジションに近い選手が絞ってくるっていう、まあ、ここをよりうまく使いながら後半は敵陣に入り始めたっていうところと、まあ、どこで優位性を作るかって話もしたんですけど、まあ、リース・ジェームズ対メンディのところで、単独で突破する場面も出始めたりとか、まあ、少しずつやっぱりチェルシーの方が、まあ、その試合で、あの試合で得られるものの大きさで言うと、やっぱチェルシーの方が大きかったので、CL 出場権を絶対取るっていうところで言えば、あの試合に勝ったことは本当に大きくて、まあ、そういったところも選手のモチベーションに少しは影響したかもしれないって感じはしましたし、まあ、シティからすると、まあ、徐々にちょっとこう、シリスボンだ感じになって、ロドリーのところを狙われて、で、カウンターで取られて、で、最後ひっくり返されるっていう、まあ、そんなところに繋がってしまった感じはしました。ですやっぱ試合は本当に目まぐるしく状況が変わりますし、まあ、その状況自体をどうやって作るかっていうのは監督が中心になって考えると思うんですけど、まあ、トップレベルになると本当にそこを的確に手を打てる監督がいるので試合が大きく変わるっていうのは、まあ、マンチェスターシティがパリに勝った2試合も同様です。でここはやっぱり監督がいかに重要かっていうことが、表れている部分だと思うので、まあ、残念ながらポチッティーノのパリサンジェルマンは前半どちらの試合も優位に進めましたけど、後半相手が修正を図った時にそれに対する修正が行えなかったと、まあ、これはひょっとすると、まあ、監督自身の能力も関係するかもしれないですし、リーグの競争力も影響するかもしれない、もしくはもともとそのクラブが持っている哲学の分かもしれないと。ただチェルシーもシティも、まあ、始まった時のプランも非常に考えられたものであると思いますけど、試合中にそれを修正することができる、変えることができるっていうところが、それにしっかり対応できる選手がいるところが、すごく大きな強みになっているっていうのは間違いないと思います。ですので、まあ、CL の決勝は一発の勝負になってきますので、まあ、FA カップの準決勝に似たような展開にというか雰囲気になると思うんですけども、まあ、人選から含めていろいろ長く想像は膨らませながらワクワクして待ちたいと思いますよね。まあ僕は解説の方はヨーロッパリーグの決勝を担当するので、CL のはやらないですけども、まあ何らかの形で情報は出させてもらおうかなと思ってますし、まあスケジュールに余裕があれば、まあ久々ライブでなんかこう解説配信みたいなやってもいいのかなとは思ってますので、そうなると多分まあ YouTube でやると思いますんで、まあよかったら参加してもらえたらなと思います。まあスケジュールに余裕があればですけども。でまあそんな、非常に脳内を刺激される、レベルの高い試合を解説した後に今度自分のチームの試合が日曜日ありまして、僕は東京都の大学リーグ2部なんですけども、第2節が行われて、1-0 で勝つことができました。でまあこちらからねツイッターとかを通じて、監督に就任したこともアナウンス、させてもらいましたし、まあブルーのツイッターアカウントとかも通じていろいろこう情報発信を今学生が、やる気になって行っているところもあるので、まあ負けた試合の後にいろいろ話するのはいろいろやっぱりしんどいので、しんどいというか難しいので、まあアマチュアの試合ですし、まあまだプロのねクラブの監督じゃないので、まあ勝った試合の後だけでもいいだろうと思ってるんですが、まあ開幕戦が非常に緊張してしまった部分もあったみたいで、まあナイーブで情けない戦いをして負けたんですけども、第2節はまあそこをしっかりこう受け止めた上でメンタリティ、心構えからもう一回見つめ直して、自分たちだからできること、自分たちはこういうことをした方がいいっていうところでトレーニング一生懸命頑張って、で少し編成を変えて、より、まあ、戦術的な部分はもちろんなんですけど、勇気を持ってハードに戦える人を優先して選ばせてもらって試合に臨みましたが、勝てましたと言っても、まあ僕は今監督をさせてもらっている大学は国立大学ですから、しかも一橋大学なので、まあ、サッカー選手をリクルートするっていうことはまずありえなくて、でサッカーが好きな子はいっぱいいるんですけども、まあ、高校生までにその競技レベルでコンペティティブなところでサッカーをしてきた人もすごく少ないので、まあ、リーグ戦になった時のやっぱり対戦相手がこう放ってくるオーラというか、まあ、モチベーションですよね。で戦うっていう部分にちょっとこう、負けてしまうというか押されてしまう選手が、どうしてもこう
多いのが実情で、でそこのメンタリティも含めてどれぐらいたくましいものを身につけられるか、たくましい集団になれるかっていうところがやっぱりリーグ戦で勝っていく上ではすごく重要なんですけど、まあ、開幕戦がそこがなかなかうまくできずに、まあ、非常にあの内容としてまずナイーブ で失点の仕方も、まあ、原則をおろそかにするとか無視するというか、まあ、おそらく頭から飛んでしまったと思うんですけどね、まあ、緊張したこともあって、まあ、丁寧に作ってきたもので躍動できずに、まあ、敗れてしまいましたんで、まあ、まだそういう意味では試合を見返してみると課題は山積みではあるんですけども、まあ、一つリバウンドっていう意味では良い形で見せることができて、メンタリティも見せることができて、まあ、相手とは、まあ、あの違うスタイルというか内容の試合にはなってますけど、まあ、シュートも今回はうちが7本打って、まあ、相手は8本でしたから、まあ、シュート数はそんなに変わりませんし、コーナーキックは10本ぐらいだったかな、まあ、そういう意味では自分たち内にその相手陣内とかゴールに向かってピッチの深い位置高い位置まで運んでいくっていうところをしっかり頭に置きながら一生懸命プレーができたの でその一生懸命の中にはコミュニケーションが含まれるので、しっかり味方に届く言葉を発すると、でいつも言うんですね、僕は考えること伝えること共有することで託すことで支え合うことって、もうこれ最近は本当になんか毎日毎日言うんですけど、でボールは蹴るものじゃないし渡すものでもないし、託すものだっていうことも言うんですね。そうするとやっぱりこう練習からの取り組みに少しこう変化が出るんじゃないかなっていうところもありますし、まあ、実際相手ゴールにボールを運ぶ押し込むために、まあ、可能性を自分たちでこう見出して作りながら膨らませながら次の味方に託すわけなんで、だから蹴るわけでもなければと渡すわけでもなくてもっと気持ちを込めて託せと、でそういうことをするためにはやはりコミュニケーション言葉が大事になってくるので、まあ、知らせる言葉を、ね、伝えなきゃいけないし、支える動かしてあげたりあげますみたいな言葉も必要なんで、まあ、そういうことを最近は特によく言うんですけども、まあ、まだまだ足らないところはあるんですが、まあ、そういったところからやっぱり少しずつ変わってくると、まあ、苦しい試合展開の中でも意識が途切れずに気持ちが切れずに、我々なりになんかこう力強くプレーができる分はあるなということを再確認できたのは良かった気がしました。まあ、結局最後はメンタルですからね。で原則があって、プランがあって、で試合の中でのもちろん、ね、選手交代とか修正もあるんですけど、まずそこの部分がないとやっぱ相手に蹴落されてしまって、自分の気持ちのところで圧倒されてしまって、なかなかこうやるべきことも頭から抜けてしまう、頭の中に入りながらプレーができなかったりしますから、やっぱりこう目の前に向かってくる相手に対して逆にこっちから向かってくるんだって強い気持ちを持たないとですね、どれだけ配置だなんだ判断基準だなんていうのを作っても、まあ指して意味がないというか、思ったような効果は得られないっていうのはよく分かりましたよね、改めて。それをチームとしても一つの成功失敗と成功体験を踏まえて獲得することはできたのは良かったと思いますし、で自分たちのチームとすると自分たちはどんな心構え、それからプレースタイルで実際の準備と振る舞いが必要なのかっていうのも分かったと思うので、それは良かったなと思いました。で、まあ、指導者としての自分の話を、まあ、ちょろっとだけさせていただくと、まあ、基本的に選手がやっぱりプレーするものなので、できるだけ試合の時は邪魔をしないように、まあ、テクニカルエリアっていうのはあるんですけど、そんなに頻繁に出ることはなく、で、自分のこう口から出ていく言葉もそんなに多くはなくっていう形で進めてきたんですけど、やっぱりなんかこうもうちょっと自分も、まあ、明確になんかこう試合に参加するっていうところまで持ってってしまってもいいのかなと思った部分があって気持ちの上ではいつも一緒に戦ってるんですけど、まあ、できるだけそのプレーを邪魔したくないで、学生主体のものなので選手に委ねるっていうところは持たなきゃいけない。でも一方ではリーグ戦なんで、まあ、勝つためにやってますから勝てるだけのことをしなきゃいけないとなってくると、
まあ、冷静に考えるとどう考えても自分のなんかこうサポートが必要にはなってくるなっていうところはありまして、でこれは個々人の能力とかいろんなものを踏まえた時にそうなるんですけど、まあ、今回は例えばハーフタイムにかなり強く、伝えた部分があって、で後半に関しては、ほぼ何かしらずっとこう大きな声で選手に伝えながら一緒に自分もプレーするみたいな感じになってたかなって、でもう明確に勝つぞっていうところで、戦ったんですけども、まあ、それはそれで意外に選手からの反応は悪くはなかったんで、まあ、こういうのもありかなということを一つ発見できた試合でもあったと思いました。もともとあのシメオネ監督に憧れていた部分があって、まあ、それをなんかちょっと思い出したところもあるんですけど、まあ、やっぱり、自分たち内のプレイスタイルとか、コンセプトがあって、それをしっかりこう、どんな試合でも、形にできる原則も必要で、まあ、いわゆるロジックは必要なんですけど、やっぱり、もともとね、パッションの部分が根底にあって、それは最終的にまたパッションが、試合を戦って勝つためには必要になってきますんで、まあ自分はなるべく選手の邪魔をしたくないっていうところで、そこを出しすぎないようにっていうことを気をつけてたんですけど、でもなんか選手の中にそれがこう、少し足らないように見えたりとか、まあ試合を戦うことでいっぱいいっぱいになって難しい時に、自分がそこにぐわっと出ていって、まあその自分の一つの言葉とか振る舞いで、みんなが本来やるべきことを思い出せたり、立ち返ることができるのであれば、もしくは、それが新たなモチベーションを与えることができるなら、まあ、それもいいんじゃないかなっていうことを思って、まあ、思ってというか、まあ、こんだけ準備してるんだから、ビビらずやれよっていうところもありましたし、まあ、戦術のところを話してみると、まあ、やっぱりそんなに複雑なことは大学生で、しかも国立大学で、まあ、選手としてのベースが分厚いわけじゃないですから、そこまでこう手の込んだことはできませんので、まあ、試合を、ね、戦う上でこの相手だったらこれだろうっていうものをまずこっちが見つけた上で、でその試合で必要なものをトレーニングするんですけど、まあ、それも抜けちゃう選手がどうしても出てくるんで、お前これぐらい覚えとけよっていうのも実はあったんですよね。まあ、練習したことしかねえだろうっていう、相手がそんな驚くことのやってないだろうと、でそれがこう頭から抜けてしまってやっぱアクションを起こせないときに、やっぱりボールを持ったところの能力でいうと相手は非常に我々からすると常に相手は高いので、できるだけ相手の攻撃力を制限していかないと自分たちが攻撃できる機会もなく作りづらい、で体力的にも疲弊すると、なら頭をやっぱフルに活用して、その上でさっき言いましたけど、伝えて共有して、で託して支え合うということでプレーをしないと僕たちは勝てないんですよね。だからそこで一生懸命準備してるんだから、それをやれと、で走れと、もう交代が今5枠ありますから、で5人の交代選手っていうところでみんな一生懸命こう試合を見ながら準備をしてますんで、別に60分で走れなくなっても何も問題ないわけですから、まあ、出し惜しみすることなくしっかりその試合でやるべきことを頭に置きながら 100% ハードワークしろっていうことを、まあ、かなり強く伝えたりとかしたんですよね。まあ、そういったところもおそらくは少し、良い方向に作用をして、まあ、うまく試合を進めることができた部分があったのかな。まあ、先に点が取れたのは大きかったんですけど、でそのまま後半も、まあ、基本的に保持率が 40%、ぐらいかな、ちょうど40ぐらいだったと思うんで、まあ、かなり苦しいですね、これは。保持率40っていうことは、まあ、基本的にこう試合を見ているとボール持ってプレーできてる感じには見えないので、まあ、そういう意味では大変身体的にあの他のチームに比較すると優れてるわけではない我々のチームで考えると、保持率 40% の試合っていうのは非常にきついと思います。で昨シーズン東京大学さんに勝った試合は3割を切ったらしいんで、まあ、なおきつかったと思うんですけど、でも勝つためにはやらなきゃいけませんから、だからフィジカルも一生懸命やってきましたし、でも言っても資源には限りがありますんで、
かなか頭のにもこっちにも資源があるということを考えると、まあ、うちの大学は本当に一橋大学ですから、要はものを覚えるということと、それを踏まえた上で振る舞うということができるはずだろうっていうのを僕はちょっと信じてるところがありまして、期待して信じてるところがありまして、まあ、実際はそんなことないっていうのはよく分かったんですけど、でもできることをやっぱり持ち寄ってチームは作らなきゃいけないのでそれぞれとして覚えなきゃいけないことは覚える、その上で自分の特徴をで勇気を持って表現する、前に出す、でどんな時もチームとして振る舞うってことを、まあ、強く要求してきてますので、まあ、相手との比較で言うと先日の試合は運もありましたが、まあ、自分たちの方がうまくできた部分が、そのうまさっていうボールを扱ううまさじゃなくて振る舞い方としてうまくできた部分があったと思うので勝てたと、まあ、大きい、それは嬉しかったですと。だから勝って兜のじゃないですが、まあ、課題はたくさんありますので、ただ、まあ、非常に情けない負けから始まって1週間でメンタリティのところからもう一度見つめ直して、で勝てて、で勝った上でまた出た課題に対して厳しく見つめて、己の成長とチームの発展に向かっていくっていうことが、これがまあいいサイクルになりそうな気がするので、今日はトレーニングの前にミーティングをするんですけども、前半29分に先制点を挙げられたっていう、それまでのプロセスを振り返って、まあダメ出しの嵐になりそうな気がするんですが、ダメ出しの嵐になったとしても、まあそれでも失点をしなかった、もしくはうまく攻撃につなげられたっていうポジティブな要素もあるっていうところで、ただ、このままじゃいかんと。ボールは時限爆弾じゃないし、効果的なトランジションプレーを作るにも必要な要素はあるっていうことをもう一度映像を見ながら伝えなきゃいけないなと思ってまして、でボールを扱うプレーについては、まあ、身体操作の部分も含めて、まあ、大学生までにどういうふうにサッカーをしてきたかが非常に分厚いなっていうことを感じますし、まあ、神経系統がどれ大学生になってどれぐらい発達できるかわからないんですけども、まあ、僕からするとその大学までのサッカーが非常に邪魔をしているなっていうところを感じるんですが、まあでもこれも努力をし続けるべきだと思うので、変化するかしないかは分かりませんが、より良い選手もしくはリーグ戦で活躍するとかリーグ戦で勝つとか、まあそういったところに向けて努力はしてもらえるように働きかけたいなとは考えております。まあなかなか自分の指導者の方の活動はまだこう世に出せる段階にはなかったりしますけども、まあ、部の YouTube のチャンネルでライブ配信してたりしますんで、まあ、監督コメントなんていうのもプロモーション部が、まあ、なんかやる気になってこう作ってくれたりはしてますので、まあ、Twitter で昨日もちょっとリツイートさせていただきましたけども、まあ、少しこう見せる部分ができたりはしますので、まあ、せっかく勝った試合ですし、まあ、こんな感じで毎週毎週指導者としても活動してるっていうのを、まあ、発信していくことに、意義はありそうな気がするので、僕も目指してるものありますから、今は東京都2部で、まあ、一つ国立の一橋大学ですから、まあ、そのサッカーの質でいうとすごく見た目に美しいものにはなかなかなりえませんが、ただ組織としてグループとして美しく機能することは十分できると思ってますし、僕が常に選手に言ってるサッカーにおける機能性とか、まあ、うまさとか美しさっていうのはそういうものだっていうことを、伝えてきてますので、まあ、そういったところを僕は今自分が指導をしているチームでもっともっとこう選手たちに伝えたいなっていうところと、俺たちでもこんなサッカーができるっていうことを知ってもらって、でその上で自分の殻を破って、まあ、大学生ぐらいになるとやっぱりパーソナリティができてきますから、で僕はおとなしいから声を出さなくていいんですみたいなことを決め込んじゃってる人もいるんですけど、サッカーにおいてはコミュニケーションはもうマストアイテムなんで必須項目ですから、話さなくていい人がいていいわけはないので、まあ、そういったところも、全体に、常に上発信しながら自分たちだからできるサッカーを目指して作ろうよと、チャレンジしようよということを言ってて、でサッカーで獲得できるパーソナルの部分も含めて次のステージに必ず生きるよと、サッカーでいろんな、ね、人材育成もそっちの方向にもつなげていけるよ、部活動もしっかりやるよということで取り組んできてますので、まあ、またそういったところも監督としてはしっかりサポートできるように常に刺激を与えられるように頑張りたいなと思います。以上で今朝の
動画を終わろうと思います。ちょっと先週末の振り返りをしてみましたが、まあ、いつも通勤に75分ぐらいかかりますので、まあ、英語のコンテンツ聞いたりとか、監督、英語のその監督のコメ会見聞いたりとかいろいろやってるんですけど、あとは政治経済のニュース聞いたりとか、まあ、今日はこんなことをちょっとやってみたかったんで、撮ってみました。また1週間頑張ります。皆さんも頑張りましょう。頑張ってください。まだまだ緊急事態宣言が出ちゃって、まあ飲食店がかわいそうだなっていつも思いながら、具体的なサポートはできずに、なんかこう個人としてもやもやしながら生きてるんですけども、まあ、早く世の中が正常に戻るというか、その立場の人たちがきちんとサポートが受けられて、まあ、できるだけなんかこう残念なことがない形で、辛いことがない形で進んでいけばいいなと、ね、願いながら自分にできることをまた今日も頑張っていこうと思います。それでは皆さん、この動画はこれで終わります。最後まで、見てくださった方ありがとうございました。また中継でお会いしましょう。それでは失礼します。